ケリンはフラノクロモン、フランである。新油性であり血管拡張薬の機能を持つ。エジプトで民間薬として用いられてきたアンミビスナガに存在する。エジプトではケラと呼ばれる植物が人選痛の治療に用いられた。人選痛の発生は主に重血吸中症の感染と血跡の形成により起こる。この植物の混合物は 利尿薬としての性質を持ち、エジプトで人選痛の治療のための民間薬として用いられた。化合物として、ケリンが同定された後、その性質が研究され始めた。その結果、この物質は、尿管と冠動脈を拡張することが明らかとなった。この物質は、吸収が難しく、まとめまい、頭痛、胃腸の不調、吐き気等の副作用を催すため、 全身投薬には用いられない。しかし、局所的な腎上性白斑の治療には用いられている。20世紀初頭には、毒性が低く効能の高いケリンのアナログの探索が行われた。この研究で多くの薬品が発見されたが、アミオダロンとクロモグリク酸ナトリウムは現在でも医療用途に用いられている。ケリンの副作用を改良したケリン誘導体を用いた。 白斑に対するクルーバ両方が行われている。リスクがベネフィットを上回ることが多いため、治療目的での利用は推奨されないことが多い。にもかかわらず、アンミビスナガは、中東、エジプトやその周辺地域で、しばしば利用される。望ましくない副作用としては、めまい、過逆的な単重体性横断、偽アレルギー反応、肝酵素の値の上昇などがある。 尋常性白斑は皮膚の一部で色素の喪失が引き起こされる疾患である。ケリンの局所的な塗布と UVA 照射によって、毛包のメラノサイトを刺激して尋常性白斑の治療を行うことができる。こうした手法の一つが尋常性白斑の影響を受けていない領域で水泡を形成し尋常性白斑の領域へ移植するブリスタールーフトランスプランテーションである。 ケリンを局所的に塗布し紫外線を照射ことで治療部位に色素が回復する。ケリンの全身投与は観光措置の上昇や広範囲の抗線過敏症を引き起こすが、概要ではこうした副作用は軽減される。腎上性白斑の治療には一般的にはソラレンが用いられるが、ソラレンは高毒性や DNA 変異原性が高い。 ケリンと紫外線の併用は有効であるが、光老化の促進や皮膚癌のリスクの増加が懸念されている。茶や錠剤の形でアンミビスナガのエキスを日常的に摂取することで、中酸カルシウムによる腎臓血石の形成が阻害され、高周酸病症の治療に有効である。ケリンは、中酸の核形成を遅くするか防ぐことで、血石の形成を防いでいると考えられている。 しかしながら、集酸カルシウムの核形成の研究では、アンミビスナガのエキス全体では、核形成を遅延させ血石の構造を変化させることが示されているが、ケリン単独ではそうした効果は見られなかった。ケリンの筋肉内注射は、全足の治療にも用いられる。ケリンは、気管資格腸薬として作用するが、吐き気などの一般的な副作用が問題となる。ケリンは、 選択的肝血管拡張薬として作用するため、狭心症に伴う痛みの緩和に利用される。傾向、または筋肉内投与されるが、服用方法に関かかわらず、吐き気が主な副作用となる。ありがとうございます。